にちは、ドラゴンワロのビステクソ。どうも皆さん、ドラゴンワロです。ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ということで、本日もユーストブル2022をモバイルやっていきたいと思うんですけども、ついに、この度私、ドラゴンワロ、動画投稿1年、企画開始1年で、無課金のし、ディビジョン1への道、貫通し、ディビジョン1に、昇格いたしました。はい、もうやっぱね、無課金でディビジョン1を目指すというのはね、相当難しくて、まあ、コンフェス、一番なんなら沼ってしまったんですけども、もう7年前、イーフトアプリ、ウイルアプリですね。ウイルアプリサービス開始日、次の日からね、ずっと、ウイルアプリ、イーフトアプリ、7年間、中学生、高校生、大学生と遊ばせてもらってまして、最後ね、やっぱ YouTube 始めて、無課金で、自分今までずっとやってきたんで、ディビジョン1行って、素晴らしい、無課金生活を終わろうと思ってました。そして、コンフェス、ディビジョン1到達することができました。引くしかないでしょうということで、7年間、無課金で、もうずーっと遊ばせてもらった、コナミさんに、感謝の気持ち、伝えさせていただきたいと思います。ということで、引いていきましょう。スパニッシュリーグミッドフィラーズ、ドラゴンワロー、7年間で、初の課金エピックガチャ引いていきたいと思います。いや、来たねー。いや、マジ見てくださいよ。コイン数1万7000枚。コナミさん、ありがとう。こちらの、感謝の気持ち、伝えさせていただきます。課金で。ということで、7年間ね、無課金で遊んできましたから、ついにディビジョン1到達したということで、初課金、エピックガチャですね、引いていきたいと思います。ということで、コンフェイズで、ね、マジでね、絶対にディビジョン1行ってやるぞという気持ちがね、もともと2つあったんですよ。1つ、コンフェイズが7周年。ウイフレアプリ、ムーモン、ミーフトアプリからね、まあ、ユーフトアプリ、モバイル版が7周年ということで、このフェーズ、この7周年キャンペーンの時に、絶対にディビジョン1行ってやろうと思ってました。そして二つ目、登場予定のエピック選手にカカがいました。自分のモチベーション爆上がり。ということで、今回のフェーズで絶対に行ってやると思ってたところ、なんとブリッツカーブ復刻と、これは絶対行くしかないということで、ブリッツカーブ復刻何日だっけあれ、1日か2日経った時にディビジョン1到達。この時を待ってましたよということで、聞いていきましょう。いや、カカイニエスタ繋いでる。いや、もう、これは俺得でしかない。自分はマドリディスタですのでね、やっていきましょうということで。いや、マジ今回、しかも、ハイライトにクロースいるんすよね。はい、もう引退だからね、クロース。いや、もう最後絶対にシエル優勝したい。まあ、この動画がいつ上がってるかわかりませんけども、まあ、無課金の星ディビジョンアイネルジーのね、編集終わり次第この動画投稿されると思いますが、いや、シエル決勝優勝してるといいなということで、早速、引いていきたいと思います。いや、マジ、前回の、ブリッツカーブ、100連でコンブだったんですよ。100連。いや、今回は、もうちょっとね、レアルバフがかかって、早めにコンプできるといいですね。ということで、引いていきましょう。まずは10連目。いや、ここら辺で来てもめちゃめちゃ嬉しいぜ。頼む！お願いします！最初は爆死ですね。はいはいはい。まあ、それはいいですよ。まあ、最初カルバハルですよ。ありがとうございます。星音なんや、カルバハル。全然好みカルバハルの活躍分かってないやん。では、20連目、引いていきたいと思います。いや、マジ欲しい！カカ出したい！いや、カカ初めてが、カカ早めに出したい。正直ね、カカと繋いでる覚悟できれば正直嘘やん！いや、まあ、きついよ。20連でこれは結構ハイライトも出てないのやばいな。あ、ハイライト来た、おやらたぶれということで。今シーズンね、ちょっと失速しちゃったね。ちょっと久保くんの試合だから見てたんだけども、何試合かは。はい、ということで、30連目引いていきましょう。いや、マジカカ欲しい、頼む！もう今回は正直ね、早めに回収したいんだ。マジで早めに回収させてけ！お、待ってきた！よっしゃ、待って、これマジかが！頼む！かが来て！いや、待って、30連は熱い！だって俺、無課金コインで、バッチョガチャも50連ぐらい爆死してるからね、30連はガチャ熱い！OK、来た！待って、ここじゃない！ここじゃない！これちょっと待って、23番じゃん！ちょっと23番じゃん！ちょっと23番じゃん！嬉しいけど、嬉しいよ、スライデル！よういうことで、23番じゃん！はい、ということで、カカーじゃなくて、スナイデルありがとうございます。カカー出なかったけども、スナイデルマジキック力も高くて、めちゃめちゃね、スキル追加は必要ですけども、スキル追加できたらめちゃめちゃ強いと思う。いや、待って！え、なに？これ神めけすぎだろ！ちょっと、ちょっと待って、え？クロースもいるよ！えぐ！マジ？いや、嬉しすぎんだけど、ガチか。いや、神めけすぎるな、これな。ということで、いや、マジか、30連目めちゃ神めけできたね。この流れで、40連目。カカ出ちゃうんじゃないのということで、カカ頼む、来てくれ、頼む、カカ最後に残んのは、いや、これは爆死だ。これは爆死だ。お、マルコス・ジョレンテじゃん。いいね、いいね、いいね。いや、マルコス・ジョレンテのね、確か習慣強かったよね、結構。ということで、やっていきましょうか。して、ちょっと選手枠、今不安だけど、選手枠どうだろう、大丈夫かな。オッケー、まだいけるね、ということで。
やっていきましょう。50連目引いていきたいと思います。頼む、ここら辺で50連なら全然ある。マジか、マジ消化現実とかないの？俺全然もう課金ガチャさ、まだ2回目だから全然歴浅いからにやかすぎて、ないね。はい、ということで、アルバロバチス、ありがとうございます。では、60連目引いていきたいと思います。いや、まあ、50連で繋いでるは獲得できてるからいいんじゃないかなと思うけど、ここら辺でね、もう一人出したいね。さっき30連で出たから、60連目で出る可能性は全然あるよ、ということで、長い！わっしゃ、来たー！来てない。マジかよ、来てないじゃん。これ昇格演出とかないの？昇格ないか、ないね。ということで、いやちょっと今期待しちゃったけど、あんまりトラウレです。いやマジか、60連出ないか。まあ前回100連で全部回収できたってこと考えると結構渋い。でもここら辺で俺は知ってるんですよ、黒演出っていうのが存在してることが。頼む、70連目黒演出確定しちゃっていいよ、ということ。やばい、ちょっと待って、これ嫌な予感がする。80連で爆死か、80連じゃ70連か。いやーこれ折り返しだからね、全然まずい全然まずいよ、ということでやっていきましょう。まあ一応ねコインは大丈夫なんですけどね、やっぱ早めに出したいじゃないですか。ということで80連目引いていきたいと思います。頼む、ここ折り返しだから。いや嘘やん、ガチ。ちょっと待って、きつ、マジか。ちょっと90連だよ。まあ、これ連続で出てくれたらめっちゃ熱いけどさ。いや、マジ？ちょっと待って。いや、カカやばいって。いや、マジか。いや、俺、だって、好きな配信者さん、シュートさんなんすけどさ、ってない、シュートさん、最後の一人までカカ余ってたからね。いや、マジ、ちょっときついって、これ。お願いします！ 90 連目頼む！ここら辺で来い！あー、来た！来た！なにこれ来てんの？どっちこれ来てるんじゃないの？来てないの？おかしくない？来てるでしょ、これ。外のライト来てんじゃん、これ。ね、来てんじゃないの？なにこれ来てないの？来てるよね？来てんの？どっち？これ何？よくわかんない。待って、来てんじゃん！バチマンじゃん！よっしゃー！えぐいって、マジ！やった来たということで、いやマジちょっと、いやマジか、いや来たよということで、カカ獲得でございます。いやエグ、マジで嬉しい。いや来たね、ということでカカ獲得でございます。ハイライトは一人もいないけども、もうこれでミッション達成だね。はい、ということでカカスナイデル獲得いたしました。この時を待ってたんですよ、僕は。このためにディビジョン1行ったんです、本当に。はい、ということで、前回は90連で、100連でコンプしたんで、今回90連でコンプと。はい。90連でコンプですよ、僕からしたら。はい。90連でコンプですよ。マドリディスタの僕はイニエスタを引きません。ということで、はい、スナイデルとかが当てることができました。ありがとうございます。いや、マジ嬉しい、これ。ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。これからもね、イフトボールの動画たくさん投稿していきますので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では皆さん、次回の動画でお会いしましょう。ご視聴、あざした。